よし、続きいきます。はい、まずはですね、こちらディグダの穴、これを探索していこうと思います。たまげたもんだ、この長い洞窟ディグダが掘ったんだと。トキワシティまでつながっとるそうだ。はい、トキワまで行けるとな。ディグダが出てくるのかな。あ、出てきたんじゃないだね。かわいいこいつ。つぶらな瞳、レベル19、まあまあ強いんじゃない。まあまあ強いですよね。地面系かな。どうなんでしょうね。これ、まあ、つくねでちょっと行ってみるか。捕まえたいな。引っかく、どう。あ、まあまあまあ。まあまあですね。まあまあっていうか。おお、絶妙、絶妙だ。つぶらな瞳がかわいいね。オッケー、ディグだ。ナイス、よし。はい、ディグダ、モグラポケモン。はい、高さ 0.2m、 20cm ね。重さ 0.8kg。 地中の浅いところを移動、掘り進んだ後は地面が盛り上がっているのですぐわかる。あー、これもなんか進化しそうな気もするけどな。名前何にしようか。こういう恐竜みたいな感じじゃないんだけどな。つぶらな瞳、つぶらにしようか。そのまんま。そのまんま、はい、つぶらに行きましょう。つぶら、ハヒフ、つぶら行きます。よーし、行こう。あとはディグダが出てきてもなぎ倒して、なぎ倒してね、進んでいきます。はい、レベル19だからさ、あ、16か。まあ、16から19ぐらい ?20 ぐらいかな。まあまあ、あれなんじゃない。経験値溜まるんじゃないかな。どうなもんでしょうね。ストロングは多分ダメ。どうな、ダメじゃないかなと思うんだけど、どうかな。ひっかく。大丈夫だね。つるむちどうよ、これ。どうだ?あー、オッケーオッケーオッケー。効果は抜群。相性いいんですね。なるほど。地面系はやっぱり植物だから相性いいのかな。ストロングは。さあさあ、もうグイグイ進んでいくけど、基本一本道って感じなのかな。まあ、これでね、戻れるんだったらいいよね。時はだっけ ?22、レベル高え。これは最高のレベル上げスポットじゃない。そうでもない、そうでもないかな。鳴き声。はい、つるむち行きます。お、あー、やられた、これやられたぜ。おいおい、結構効くな。効果は抜群。殴り合いですね、これね。オッケー、結構いい経験値もらってますよ。やっぱレベル高いからね。はい、もうディグダばっかりだよ。19か。サダハル、サダハルいつになったら進化してくれるんだ。30、レベル30ぐらいまで上げなきゃダメかな。うわー、またやられた。やばい、下手すりゃ落ちるぞこれ。あー、また先行ったし、無駄に打っちゃった。あ、大丈夫か。ずるくない、ずるくないっすか。マジか、カラータイマーが鳴る。あ、オッケー。ちょっとここを抜けたら、どうなる?岩山トンネルに行ったけど真っ暗で怖いよ。ポケモンにフラッシュで明るくさせればな。フラッシュは覚えてないね。起用とか覚えてないもんな。はい。ここはディグダの穴。ちょっと、来たことあるか。ちょっと待って、ちょっと待って。地図、地図、地図。タウンマップ、タウンマップ。おー、なるほど。ここに出んのね。トキワシティ。目と鼻の先だわ。こっちにもなんか行けそう。いや、2で覚えたからね、行けるよね。ポケモンの瀕死状態は戦う元気がないだけで、居合斬りなどの技はいつものように使える。あー、なるほどね。いわゆる、
まあ死亡扱いではないからね。うん、俺 KC 探してるんだ。君持ってたら、ちょっと待って、 KC って持ってないんじゃない？多分タウンマップだ。多分 KC って持ってないよ。ちょっとここ行ってみようか。はい、切りまくった。こっちは、こっち何？ポケモンがフラッシュを覚えたら岩山トンネルが通れるね。どこで覚えるんだろう。僕覚えてます。ほら、大木田博士の助手です。おお、ポケモン図鑑が10種類集まっているようなら秘伝マシン、あ、これなんじゃないの？フラッシュ。オッケー。18種類、ギリ合格だね。オッケー。ほら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 、もう早速だわこれ。オッケー。よし。フラッシュ。おそらくピカチュウあたりが。だよね。これしか覚えられないね。10万ボルト、電光石火、電磁波、メガトンパンチ。電磁波で麻痺与える作戦はどうしよう。まあいいや。これでいいでしょ、フラッシュ。必要なら覚えるしかないよな。こっちは、お、なんかある。マックスアップ。なんだろう、全然わからんけど、HP か、おそらく HP か、あれだよね、この技の回数が増えるとか、そういう感じでしょ？多分。これは、月の石ってなんだろうね。月の石。月の石。なんか、2個持ってたよね。使えない。進化アイテムかな？誰かに使えば進化するとかそういう感じ？ちょっとこの辺、ちょっと切りまくろうか。伐採伐採。伐採です。ここどこだ？トキワシティ、ニビシティ。お得な掲示板。はいはいはい。一応これ、ここは、時はしていいか。だね、オッケー。ちょっとポケモンセンター行こう。回復回復。ショップ。まあ今更また戻ってきたからなんだって話なんだけど、まあ、居合切りで切れるところちょっととことん切ってみようか。あ、あと自転車だ、自転車。自転車どこだったっけ。ちょっと自転車欲しいよね。自転車探しの旅どこだったかな。この辺はさ、多分あれどうだったっけ、あったかな。わかんないな。苗木伐採作業なさそうだよね。まあ一応見て回るけどないですね。大丈夫だよね。これは一番最初の、あれだよね。マサラタウンだよね。マサラタウン、オッケー。ないよね。あ、あったかな？いや、ないね。オッケー。なんか左の方とかなんか、いけそうな感じするけどなぁ。居合切りで。いけないのかな？おぉ、懐かしの。懐かしの。これはさすがにサダハルでも勝てるでしょう。いけ、サダハル。サダハルの体当たり。オッケー。あー、倒しきれねえ。倒しきれない。はい。まあ、経験値はね、クソみたいなもんですけど。違う。次のレベルまでは。73。あ、でも悪くないかもなー。まあ、どうかな。73か。レベル20までいったら、進化してくれるかな。レベル20で進化しなかったら、おそらく30とか、あ、そのあたりまで上げなきゃいけないかね。遠いな。あ、そういえばこっち行けるんじゃない？違う、こっちは行けないか。こっちはあれだよね。多分、まだまだ先だよね。あ、いけるな。ちょっと行ってみようか。多分これまたバトルなんじゃない？こいつ。こいつ。
いいよって、あれならない。なりません。ふわ、日向ぼっこしてて眠ってしまった。変な夢を見た。スリープが夢を食っていた。およ、僕いつの間に技マシン持ってるけど。君が悪い。これ君にあげる。荷物いっぱいじゃんだ。ダメだこりゃ。ちょっと待って。荷物いっぱいか。技マシン12って何？水鉄砲やからさ。水系のポケモン手に入ったらこれ使わせたいのよな。金玉。金玉どうせ船のチケットとか、ちょっとこれ、一旦しまおうか。PP エイド、PP リカバーってなんだろう。PP! あれか、それこそ技かな、もしかして。PP だから。あ、だね。PP リカバー、PP の回復かな、もしかして。PP エイド、PP リカバー。なんだろうね、マックスアップ。いらないアイテム、閉まるアイテムがね、あんまりない。まあ、どんなもんかな。不思議な飴、月の石、不思議な飴、ちょっとわからんね。金の玉、技マシン11、バブル構成だからさ、水系のやつに使いたいんだよな。ボロの釣り竿を一旦しまうか。ボロの釣り竿と船のチケット一旦しまおうか。いやー、ちょっと今回全然進んでないけども、よし、邪魔だ。ジェントルメンが邪魔だ。自分でパソコンかな？預ける。船のチケット。これもう使わないんじゃない？船のチケット。どんなもんかな？あとは、まあ、ボロの釣り竿。あと、どうするかな。二つだったらまたすぐ、ちょっとマックスアップとかさ、ちょっとこれ、多分ね、ステータスアップなんだよ。だからこれ一回しまっといて、いざ使うって時に大量に引き出して全部使う、ね、ぶっぱしてしまう、使ってしまうという感じ。満タンの薬、スーパーボール、PP エイド、PP リカバー。この辺もちょっとまだ頼らないでおくか。温存。こいつら温存です。はい。まあ、とりあえずこんなもんかな。モンスターボール、不思議な雨。引き換え券。自転車もちょっと早く、もらってきたいところだけども、でもまあ、最悪自転車じゃないといけないところとかじゃない限りだったらね、歩いていけるんだったら自転車の枠もなんだったらもう一つ、ね、開けておきたいって感じになるけど、どんなもんかな。あ、そうだ、もう一回、もう一回、もう木が生えてるよ、これ。はい、伐採伐採、チェーンソー。さあ、何くれる、何くれる、何くれます。42、技マシンか。技マシンってことで一回使ったら、なくなっちゃうね。なんだろう、なんかいいやつ。強そうなやつ。夢食い、これは多分、だよね。なんかエスパー系のポケモンじゃないと多分使えないのかな。難しいっすね。なるほど、ここに繋がってると。オッケーオッケー。こっちは関係ないよね。関係ないというか、まだいけないと思う、多分。OK、了解。ちょっと、どうしようか。修行も兼ねても一回歩いて行ってみる？こっからさ、その、伐採できるところを伐採しながら進んでいくって感じで、こっからずっとこう、登ってって、花田行って、花田行って、5番道路行って、口場まで歩いて行ってみるか。ちょっと修行の時間だ。今回修行会ですね。はい、貞治を鍛えたい。貞治を救いたい。はい。そういうことでやっていこうか。まあ、進展ない感じですけどね。ちょっとお付き合いいただければ嬉しいですね。行こう。歩いて。
よし、早速。あ、じゃあ、ここをぶち破ってきたんだもんね。ちゃんとね、見ていかないと。ここもぶち破れる。ぶち破れるけど意味がない。あんまり意味がない。よし。あー、こんなとこ来たね。そういえばね。いや、しかし草むら歩いていかないとこれ修行にならんな。草むら避けていったって修行にならんからね、全然。はい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 。グイグイ行くよ。すげえ、敵出てこない、あんまり。レベル高いからかな。どうなんだろう、高いっていうか、まあ、この辺のね、敵に比べればって話だけどね。あ、跳ねるやつ、ちょっと間違った、間違った。跳ねるがね、意味がないんで、わー、硬くなっちゃったね。体当たり。それのレベル差があるから、うわー、これだけレベル差っても、これだけしかダメージ与えられないっていう、悲しいぜ。悲しいぜ、サダハルよ。お前、いつになったら進化してくれるんだ、お前。まあいいや、それでも51もらったしね。オッケーオッケー。いやいや、いつか活躍してくれると信じて、一軍で育てますよ。いや、何があれがあってね、このサダハルがね、進化したら、もしかしたら、水系の、技使えるようになるんじゃねえかなと思ってですね。進化させたいのよね。水鉄砲となんだっけ？バブル光線だっけ？オッケー、19。まあ、まだ進化はしないよね。多分20か25か30かって感じだと思うんだけどな。30だと遠いよね。わぁ、1398。こりゃなかなか大変よ、これ。なかなか大変。よし。かといってね、これ以上ね、ちょっとレベルが上がっちゃうと、敵のレベルがね、上がっちゃうと、このサダハル一人じゃ手に負えなくなっちゃうんだよな。だからこの辺りがいいんだけどね、楽に戦えるっていうか。だけどこれ以上強くなったら今度サダハルがやられちゃう。難しいな、こいつの育成、ほんと。どうだ？ OK。まあいいでしょう。育てるって決めたからね。固く誓ったからさ。サダハルとね、約束したんですよ。お前を一流の選手に育ててやるって、もう、そうこうしてるうちに体当たりだともう20回か。伊藤博、聞かねえんだよ。オッケー。30。おお、いいね。結構変化するね。オッケー。所詮芋虫よ、こいつ。ほら、耐えたり。よし。南国少年パプア君になんかこういうキャラクターいたよね。サダハルみたいな、こういうやつ。名前忘れたけどさ。こういう感じでなんか網タイツみたいなの入ってて、なんか、なんだったっけな、いたような気がしたけどな。まあそもそも南国少年パプア君自体が知ってる人どうでしょうかね。若い子は知らんかな。まあ知ってたら確実におっさんですね。おっさん認定です。南国少年パプア君を知ってる方は、間違いなくおっさん、おばちゃんでございます。よし。行こうか。あれ、ここ、あ、そっか、ここに繋がってんのね。これね、ディグダの穴。まあ、これ、通っていけば戻れるんだけど、今回はちょっと、これで戻りません。これはいいとして。あ、ちょっと回復していこうか。体当たり。体当たりを回復させたい。はい。オッケー。さあ、自転車どこだったっけかな。ここだったっけ、どうだったっけ、わからんな。あ、ここじゃない気がするな。なんか私自転車欲しいみたいな子がなんか近くにいたような気がしたから、
違う、自転車ショップみたいなのがあったんだっけか。どうだったっけ。ここじゃないな、多分。はい。ああ、月の石が落ちてから見かける。あ、なるほど。もしかしてピッピに使うのかな、月の石って。進化するんじゃない。いやー、ちょっと試してみたいな。でもレベル、どうなんだろう。ある程度のレベルがないと進化しないのかな。ちょっとその辺全然記憶がないんだよな。レベル関係なしでアイテム使えば、レベルアップすんのかね。ちょっとわからんけども、ここも、いやぎりで。オッケーオッケー。こういうところちょっと探していく旅になりますから。はい。ここでは世界でも珍しい古代ポケモンの化石のうち2種類を展示しています。はい。2種類を展示してる。C 内緒だけど、この琥珀、ポケモンの遺伝子が残ってると俺は睨んでるんだ。もし生き返らせたら、ポケモンの一大発見だ。でもここの仲間は俺の言うことを信じないんだ。それで君に頼みがある。これをどこかの研究所に持って行って調べてほしいんだ。どこなのよ。どこに持っていきゃいいのよ。裏口からタダで入ろうなんてちゃっかり者だね。それより君琥珀ってしてる。はい、もらっと今。昔の生き物を蘇らせる壮大な実験をどこかの研究所がしてるんだって。でもさ、まだ多分あれだよね。そこの、言ってないよね。大昔木から出た汁が化石のように固まったもの。琥珀と言うんだよ。まだ多分その研究所とやらはたどり着いてない。ああ、でも、どうなのかな。まさきさんとか、どうにかできないかな。てか、そもそも大木戸博士、博士っていうぐらいだから、どうにかできないもんかね。いやー、ちょっとわからんか。まあ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 、いいでしょう。どんどん進んでいったら、いずれはわかるでしょう。はい。いずれはわかるよね。さあ、ぐいぐい行くぜ。この辺も苦労したよね。めちゃくちゃ苦労したよ。進んでは戻って、また進むみたいな。3歩進んで2歩下がる的な感じだったよな。行きますぞ。ここにポケモンセンターがあって、お月見山、そうそうそう、お月見山を進んでいく。お月見山もね、だいぶ苦労し、はい、ちょっと、編集入れました。はい。機材トラブルが発生してしまいましてですね、編集入れて、中断してね、編集入れて、で、ここからまたやっていきます。はい。じゃあ行きましょう。まあ、まあまあ、ね。生放送じゃなくてよかったわっていう感じなんですけど。よかったよかった。もうね、収録はね、ほんと、もうやりたい放題ですから、いくらでも編集入れてごまかせるんで。はい。行きます。ズバットはつくねだな。オッケー。吸血、これは効かねえんですよ。残念ながらね。残念ながら効かないんです。風を起こし。はい、オッケー。はい。いやー、もう結構きついな。まあ、分かっちゃいたけどもね。分かっちゃいたがですよ。結構ね、きついね。大丈夫か？よし。まあ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 、いいんじゃないか？割と、大体ね、このダンジョンは確か、ズバッとか、そうそう、この石つぶてしか出てこないから、まあ、ストロングか、
つくねって感じだと思うけど。はい。よし。お、レベルアップ。ストロングもね、28歳になっちゃったが、ついに。大人の男になりつつあるな。石つぶて。サダハル、お前しっかり頼むよ、マジで。体当たり。多分ね、多分だけど、このレベル差があっても、サダハルが体当たりしたら、石つぶてには全然ダメージ与えられないと思う。岩ポケモン、岩系はやっぱね、防御が硬いからね。無属性攻撃にはほんとめっぽう強いっすよ。石つぶてがちょっと連続で出てくるけど、でもね、石つぶてね、割と経験値がねいいんですよ、もらえる経験値。あの、僕の体感だけどね、僕の中ではなんか経験値がねかなりいい感じな気がします。はい、今ので1体でね、61だから、まあ倍で考えれば結構いいっすよね。 122?まあまあいいですよね。サダハル。ズバッとレベル11。これも結構レベル高いぞ。オッケー。ズバッとなのか、ズバッとなのか、ちょっとわかんないけどね。発音が。まあ、津軽なまりでいけばズバッとなんですけど。オッケー。ほら、やっぱ、石つぶて経験値いい感じがします。まあまあ、でも目クソ鼻クソって感じですけどね。あんまり変わらんって感じだけど。 OK、 まあでもその少しの差がチリツモで変わってくるんですよ。あ、間違えた、つくねだったわ。まあいいか、居合切り。なに、居合切りを外すってどういうこっちゃ。まだまだストロングも達人の域には達しないですね、これね。居合切りを外す。最高。ストロング。大丈夫だ。効かねえんだよ。よし。こうかな。この階段を抜ければ確か出れるんじゃなかったっけ。どうだったっけ、忘れたぞ、覚えてないぞ。多分抜けることできるんじゃないかな。つくね、いけ。いや、つくね。つくねって美味しいよね。あの、僕行きつけのね、焼き鳥屋さんのね、つくねがすごく美味しくて、たまにね、猛烈に食べたくなっちゃうんですよ。前まで、あ、抜けた。前まではね、そんなにあの、つくねって好きじゃなかったんだけど、そのお店のつくねを食べたら、つくねに対する情熱がですね、はい、もうふつふつと湧いてきて、はい、つくね好きになっちゃいましたね。こっちでやってたんだっけ、ルート的にはどうだったんだっけ。合ってるね。さあ、とりあえずここで一旦終わる。あ、ここだ、多分自転車。あ、これだこれだ、ちょっと自転車買っとこうか。あ、それは自転車引き換え券、わかりました。さあ、これをどうぞ。あざーす。よし。サイクリングロードはもちろん洞窟だって走れちゃう。ほー、ほう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 。え、俺自転車買ったよ。買ったというか交換しただけだけど。乗ってみるか。どうすんのかな。これで使えるの？自転車一番下。あった。おー、ほうほう、いいね、これ。早い早い早い。話しかけることもできる。はい。いいね、これね。
オッケーオッケー。いいね。これはだいぶ、どうだろう、ストレス軽減になるかな。うん。オッケーオッケー、了解。じゃあ次だね。次の動画だね。今回はここで終わって、次は、自転車に乗って、どこだったっけ？口場だっけ？まで行ってみようか。よし。よし。というわけで、じゃあ今回は、これまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。